します。20日から3日連続での感染ということになりましたけども、県としてはその感染が広がっているという認識でしょうか。はい、ちょっと今日はの私の方から県民の皆さん方に、これから4連休に入りますので、直接メッセージをお伝えさせていただきたいと思っています。おととい77日ぶりに県内で新規感染が確認されました。そして昨日に申し出発生いたしました。そして本日は6件の感染が確認されました。この6件なんですが、このうち6件中の5件に関しては昨日の49例目の方の接触者です。その5人のうちのまずお一人、お一人は11日に福岡の方で会食があったわけですけれども、そこに福岡の方で、発熱があるにもかかわらずそこに参加された方がおられて、この方は陽性になっている、福岡で陽性になっているんですけれども、その方から感染されたその49例目の方と同じ食事会で感染されたという方、この方が20歳代男性、佐賀市の方となります。でこの5名のうちの残りの4名の方です。この4名の方は全て、全員、唐津市在住の20歳代の女性です。でこの4名の方は18日、49例目の方が19日に発症していますので、発症の前日になります。食事会をこれも福岡の方で、行われました。全部で、6名です。ですから49例目の方とのあと他に5人おったわけですけれども、そのうちの4名が感染されていることが先ほど分かりました。ということであります。ですのでこれで、ご例説明しましたけれども、もう一例は全く別の形であります。この方は30代の男性、佐賀市の方であります。でこの方は勤務地が福岡で通勤されておりますので、福岡市での感染と考えております。ということでありまして、県民の皆様方に、話をさせていただきたいんですが、福岡県では昨日これまでで最多の53名の感染が確認されております。で特に特徴的な問題として若い世代を中心に感染者が増加しております。佐賀県でも先ほど説明しましたように3日連続で感染が確認されました。皆さんお若い方ばかりでありますし、そしてその8県すべてが福岡県との往来の中で感染したものであります。私はかねてから申し上げておりますように、若い方から高齢の方だとか基礎疾患を持ちの方に感染するということを大変危惧しているわけであります。改めて明日から4連休になりますけれども、感染者の多い地域の方と接する場合についてはお互いにマスクを着用していただくという基本原則、マスクがあれば防げたものというものばかりであります。でもう一点は、じゃあマスクを取る場合というのは食事の時にその感染を最大限気をつけていただくということが大事だと思いますので、ぜひ感染防止を特に意識した行動を佐賀県民の皆さん方この4日間取っていただくことをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上。はい、感謝の毎日新聞です。ということは18日の会食の場はクラスターという認識でよろしいでしょうか。そうですね、5名以上という定義になると、その福岡での会食5人感染したということですから、クラスターということだと思います。では、昨日感染が確認された唐津市の20代女性、
会食の場で周りに移したというような認識で、はい、その方の発症は19日になりますので、発症前日というのが非常に一番感染率が高いとか今言われている状況の中で、まあ、本人は自覚症状はなかったものと思われます。まあ、いずれにしてもいつも申し上げていますけれども、故意に発病されたわけではありませんので、ぜひそういう若い方々、若い世代の方々をしっかりみんなで支え合うような形で支援していただきたいと思います。揶揄したりとかそういうことは決して行っていただかないようによろしくお願いしたいと思います。現時点ではその市中感染まではいってないというような印象ですか。はい、今実はこの事例については陽性判明したばかりですので、これからそれぞれの皆さん方の調査を行った上で、まあ、本日この別途まださらに調査を判明するものもありますので、それも合わせて、そうですね、会見改めて、はい、やらせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。からは以上です。福岡での往来の自粛を呼びかけるとか、まあ、大阪も今日最短の数で来てますけど、そういった段階ではないんですか。ですね、気をつけていただくということに尽きると思うんです。ですので、まあ、佐賀県もこれまで77人しかなかったということだったんですけれども、もうご案内の通り東京を中心にそれがどんどん伝播している状況でありますので、もう福岡まで、大きくもう迫ってきたものと認識せざるを得ない。ということはどういうことかというと、やっぱり今もう県境を越えて、GoToキャンペーンももう始まっていますし、そういう今状況にあるので、その上で、お互いマスクをし合う、食事に気をつけるという、そして3密を避けるという基本原則を改めて、ついつい忘れがちなんですけど、そこを改めて徹底していただくということが大切だと思います。会食、ジャラさんの会食の場で、ね、まあ、クラスターとかにちょっと詳細をお聞きしたいんですけれども、まあ、どういうお店で、まあ、どういう、まあ、例えば時間帯とか、どういう状況だったのか。この方は一応セットしておりますから、はい、すみません。はい、はい、よろしいですか。西日本支部ですけれども、4連休中は県内でも SSPI 含めイベントがありますけれども、その開催にあたっての注意点とか、これにも。はい、ということで、今の段階ではある程度確定はされているんですけれども、症状が出た方というのは、もちろんすぐ手を挙げていただきたいと思いますし、まあ、そういう感染防止に留意をしながら、ということになると思います。すみません、川島です。観光キャンペーンの中で、まあ、九州域内を対象に、まあ、往来を呼びかけていることなんですが、はい、そのキャンペーンの打ち方の見直しというのは検討されますか。そうですね、本当コロナはこの先のことがわからないわけです。ですので、まあ、今この本日という時点ではですね、まあ、この今日の調査も含めて、そして明日以降どういう形でこの感染が広まっていくのかどうか、そして、我々一番気にしている重症患者が出てくるのかどうかといったところも含めて、日々緊張感を持って取り組まなければいけないと思います。よろしいですか。はい、最後、GoToキャンペーンに対する知事のスタンスもやや変わってきますでしょうか。これはね、まあ、前から申し上げていたように、どうしても国全体でやるとね、タイムラグが発生するっていうことだと思います。で、先のことはみんな見えないんだけど、それとまあもう一点やっぱ改めて申し上げたいのは、ゴールデンウィークの前の時に一発で全国これゼロにしなければいけないと、強い覚悟で挑まなければいけないということだったんだと思います。ですので東京もやはり限りなくゼロに近づける、もうなかなかこうみんなで全ての行動を制限してやるっていうのはそんな簡単にできることではないので、もうやると決めた時に徹底的にやるという教訓を残したのではないかと思っています。はい、ありがとうございました。